はい、どうも、スカイチステックな怠け者、てっけてっけです。そして今回の動画では、はい、こちら、毘沙門天ちゃん、最終日ですが、こちらのサーバー、ランカーがゼロから放置少女やり直してみた企画、ファーストシーズン、毘沙門天、投与しました。いやー、やっちゃいましたね。っていうのも、まあ、私の場合は戦役というよりむしろもうどうしてもキューピーちゃんと一緒に毘沙門天を戦わす姿が見たいというモチベーションがメインになるので、投与の理由としては完全に悪手になるんですが、はい、今回毘沙門天ちゃん投与してきてプラス7覚醒声援2の深淵1の混沌2という装備セット、はい、純主力ですねで作ってきて、で今回主力はこちらですね、もうキューピーちゃん、はい、全く人気が出なかったキャラクター2300万を主力にしてやっていきたいと思います。1004の深淵1の日月1という装備セットですね。はい、細かいステータスはこんな感じのキューピーちゃん、まあ、これでデッキ戦ですね。今回はどんなシナジーを見せてくれるのか、はたまた全く見せないのか、そこに期待ですが、まあ、この2人なんで一緒に戦わせたかったかっていうと、はい、キューピーちゃんのスキル1にあるこの鉛矢ですねの効果で流血と3万状態耐性を 50% 下げて、まあ、流血や3万になりやすく適用した上で、その流血と3万が解除不可になると。でこの鉛は基本的には永遠に敵につき続け、剥がれるタイミングは致命傷を受けた時ですねに鉛は剥がれるっていうことで、まあ一回致命傷を受けるまでは流血だったり3万がつきやすいし、ついたら剥がれないみたいな形にすることができます。でその上で鉛がついている敵っていうのは毎ターン攻撃前にキューピーちゃんの HP 上限の 25% ですねのダメージをじわじわ受けていくということで、まあ、じわじわ減った HP のところに毘沙門天の即殺ですね、即時撃破を決めに行く楽しみがあったり、まあ、毘沙門天流血や3万ばらまくキャラクターなんで、まあ、それが自然と剥がれないだけで、まあ、特に流血ですね、敵が自滅していくみたいな姿もちょっと見たいなというところではあるんですが、まあ、ナマリアが普通にバリアでこのダメージカットできたり、あんまり評価の高くない最悪状態なんで、まあ、ほとんどの人がスルーしたと、まあ、タイミング的にも仕方ないですね。はい、まあ、そんなキューピーちゃん、スキル1敵範囲に対する3回攻撃と、スキル2の方は金矢ですね、火力が高い、まあ、今回で言うと毘沙門天ちゃん、純主力に対して 10% ダメージ受けるたびに 10% 回復機能なんかをつけて、まあ、HP 回復して支えてあげるみたいなこともできますんで、まあ、スキル2も範囲攻撃からの敵が1人だったら連撃っていうキャラクターになってますが、これと即時撃破ですねのコンボが見たい。はい、デッキとしてはこんな感じですね。ハクタク、ミカちゃん、キューティー、ケイちゃん、毘沙門天で、あとバッファーが出てきたりタンクが出てきたりして、準々主力にタワルトータがいますね。はい、でまたバッファーや相打ちキャラクターのテフちゃん、まあ、タワルトータは戦力1100万ですね、攻撃だけしかついてないです、はい、でミカタンが準々主力ですね。これも、まあ、役割としてはハクタクを夢中に隠すところが大きいかなと思います。はい、そしてハクタクには仲間連携スキルでウッドハートをつけて抵抗状態にして、まあ、開幕ですね足止めされないようにしているというところで、デッキ戦毘沙門天準主力でどれだけ活躍できるか見ていきますか。はい、そして今回も SKG だったりフレンドと一緒にやっていきたいと思います。はい、じゃあまずはカローさんいきますか。はい、猛角 HP3800 万いますね、めちゃくちゃな HP。 はい、からミカちゃん声援4の2600万の戦力で、タワラトタいますね2000万。さあ見ていきましょう。ちょっと猛角の反射なんかも怖いとこではありますが、どうなっていくか。はい、ハクタク、まずは七星をつけてキューピーちゃん、そして毘沙門天の火力を作っていくと。はい、でミカちゃんは、まあ、スキル1一応純主力なんで火力ですね、バッファー落とすぐらいの力はありますね。はい、向こうも白卓で強さ作ってきて、はい、この範囲攻撃鉛やバラマキの範囲に対する3回攻撃、さあ結構いいですね。鉛やしっかり敵4体にばらまき切れて、まあ、3万だったり流血になりやすい状態にしました。まあ、キューピーちゃんそのまま3万もばらまくんで、まあ、ややかぶってはいるんですよね毘沙門天ちゃんと。はい、まあ、ただ毘沙門天ちゃんの多聞島からの3万はまだ少し先の話なんで、まあ、今この毘沙門天攻撃前に3万がついていることは毘沙門天のスキル1的にはありがたいですね。はい、当然スキル13万がついている敵に対してちょっと火力を上げながら殴っていくといいですね。ハクタク落として純主力ですが、まあ、育成不十分な子を落とすには十分な火力という感じではありますね。攻撃力ベース防御無視攻撃もスキル1には乗るし、まあ、連撃もあるんでこんな感じでいいですね。相手の主力級1回致命傷をぶつけましたね。で流血ついてるんでミカちゃん致命傷を受けた後の回復ができてませんね。さあそしてコキビが暴走で出てきて、ハクタクの箱ばらまき、セゴも剥がして、はい、ミカちゃん1回落ちました。さあ雷害状態でかなり硬くなってるミカちゃん、そして猛角の反射がやっぱり何より気になりますが、はい、いやこっちのミカちゃんがやばい。猛角の反射で1回致命傷を受けて、2回致命傷ギリギリいかなかったですが、猛角あんまりダメージぶつけられてませんね。さあそしてキューピちゃんスキル2、ここで敵の HP を 30% 以下にすれば即時撃破なんかも見えてくるんで、多聞と今もう毘沙門天発動してるんで、はい、今ミカちゃんに対して即時撃破いつでもスタンバイ OK ですね。さあ、あとは毘沙門天が 5% 以上のダメージを受ければカウンターで発動するんで、あー惜しい 3%。
5% ならまあまあ見れるかなと思ってますが、まずは殴ってもらわないことには多問とも発動しようがないんで、はい、ちょっとミカちゃんレオニダスで受け止めてキューピちゃんに攻撃が飛んでいき、まあ、これが攻撃必中なんですよね、まあ、なんで残影でも当たってしまうと。あ、そして即時撃破うまく出ましたかね、今ちょっと見逃しましたが多分出てましたかね。はい、まあ、とにかくハイに対する3回攻撃、まあ、ちょっと今回のスキルにはあまり伸びきらなかった感じですか。さあ、そして2巡目見ていきましょう。さあ、ミカちゃんの連撃、もう角が硬いですね。いや、ちょっと反射でミカちゃんが落ちちゃいますね。からキューピちゃんの範囲攻撃、はい、ナマリアばらまきですね。まあ、じわじわ戦うのがこのキューピちゃんの戦い方なんで、ナマリアで致命傷ぶつけるまではじわじわ HP 減らせるんで、はい、なんですがナマリアちょっと2人にしかばらまけてないですね。はい、あとはレオニダスとか殴ってもらってカウンターの流血とか食らってもらうとかなり落ちやすくなるんで、あ、そして今いいですね、ビシャモンテン多問答カウンターぶつけてきましたね。3万そしてあわよくば即時撃破狙いたいとこですが、はい、今ハクタクが射程圏内ですね、即時撃破の。まあ、でもレオニダスがいるうちはレオニダスが攻撃受けちゃうんで、あ、そしてハクタクはタワラトータが落としましたね。なかなか即時撃破が今のところ見られてませんね。さあ、そしてミカちゃんがもう限界なんじゃないか、猛角を殴り続けてますが反射でそろそろ限界ですね。キューピちゃんのスキルに範囲攻撃、おやつさんのこのミカちゃんと猛角の組み合わせがいいですよね。ダメージ受けて HP 回復猛角に渡せるんで、はい、キューピちゃんのスキルにも大してダメージぶつけられませんでしたが、はい、いいですね、ビシャモンテの攻撃前に小王で蓄力つけてあげました。まあ、ただすぐミカちゃんに剥がされると、はい、ただ運満もついてるんで、はい、運満付きの範囲攻撃、いいですね、ミカちゃんに速殺ぶつけて自力速殺ですね。さあ、いいですね、必中で殴っててケイちゃんなんかも攻撃当てて落として、あとは即時撃破がもうちょっと見たいところではありますが、はい、これ多問答カウンターで即時撃破出ましたね。はい、今タワラトータ即時撃破しました。モルちゃんも落としましたかね、即時撃破で。いや、この細かいピンチの相手を致命傷ぶつける動きはマジでナイスですね。純視力でも十分いい仕事してるように見えますね。スキル打たないときも多問答化できるのがいいですよね。はい、そして3巡目来ました。さあ、ちょっとキューピーちゃんがあんまり活躍してない感ありますが、はい、ミカちゃんの連撃怖いところ、いいですね、多問答カウンター。いや、一体夢中に隠れて、はい、タワルトータナイス避け。さあ、ビシャモンテのスキル1で範囲攻撃、相手の猛角が全然ちょっと落ちる気配がないんですけど、いや、ついに猛角殴っちゃいました。はい、反射ダメージ痛い。いやーと、ビシャモンテンここで力尽きましたね。まあ、純視力なんで致命傷結構細かく受けてたみたいですね。まあ、ここからキューピちゃんで挽回できるかどうか、いいですね、ミカちゃんもだいぶ削れてたみたいです。いや、本当にいい勝負でしたね。まあ、ただ猛角 VS キューピーちゃんはちょっときつい気もしますね。まあ、タワルトータもじわじわ反射で削れちゃってるし、さあどうなるのかこの試合。はい、スキル、いやー、ちょ、猛角硬いっすね。烈陣切れを起こしてもらいたいとこですね、もはや。あーと、タワルトータにタワルトータがやられて、さあ向こうの攻撃でもやられなそうですが、こっちの攻撃も効かなそうな感じ、グダグダですね。まあ、残影がキューピットちゃん張り直しになるんで、硬さリセットされるのに対してタワルトータは残影99ターンなんで硬さキープなんですよね。ここもちょっと長期戦になったら不利なところ。はい、ということでめちゃくちゃ長い試合になってます。あ、タワラトータ致命傷ぶつけましたね。ナマリアもつけて、これバリアなしタワラトータなんで、ナマリアがじわじわ削っていくんですね。まあ、猛角なんかもそうですが、まあ、ただ猛角スキル2で HP 万全回復しちゃうんで、ナマリア削りが無駄になっちゃうんですよね、途中から。はい、なんで落ちるとしたらこっちは反射で、あ、いいですね、猛角に致命傷ぶつけて、さあナマリアで落ちてくれタワラトータ。攻撃に避ければ避けるほど勝手にナマリアでタワラトータが疲弊していくんで、もうそこですね、ナマリアダメージぶつけました。さあ20ターン目入りましたね。すごい試合。さあまたナマリアつけて自滅狙いですね。さあ避けろ、頑張れキューピット。いいっすね。いや、ほんと猛角どうしよう。でもはい、猛角にナマリアダメージいってるんですが、すぐ HP 満タンまでいっちゃいますからね、猛角は。猛角殴って反射ダメージでキューピーちゃん落ちました。めちゃくちゃ長い試合だった。はい、カロさんありがとうございました。はい、じゃあちょっとランゼログループチャットの方のケノービさん行きましょうか。はい、リシ1600万の
おでん2700万ですね、プラス遠征と1500万、あれだったりレオや猛角がいるデッキさあ見ていきましょう。戦力総合では1億1000万ぐらいでお互い同じぐらいの合計戦力ですが、まあメンツ見ると相手の方が明らかに強そうですね。また李斯の燃焼から遠征の火種ですね、これがめちゃくちゃ綺麗ですね。でオーディンも火種欲しがってるキャラクターだし、さあスコア相手にどこまで食らいつけるか。さあキューピーちゃんの範囲攻撃がまず敵にぶつかっていって、さあナマリア、オーディンにナマリアがついてない。あれナマリアの条件ってそんなに厳しいでしたっけ。あ 50% の確率だからか、たまたま外れちゃったんですね。いやちょっとオーディンにナマリアつけたかったですね。はい、そしてオーディンのスキル1、さあミカちゃんが1回落ちて、はい、キューピーちゃんも1回落ちますが、ここはミカちゃんの、はい、夢中隠しに隠れて、さあビシャモンテも1回落とされましたね。いやすごいなオーディン2700万、ちょっと格上っていうのもありますが火力しっかり通っちゃってますね。まあ、左1ターンぐらいの火力もちょっと乗ってますが、まあ、七星も乗ってたのも大きいですかね。はい、それをビシャモンテ全剥がし、いやいいですね。ビシャモンテのスキル1地味に全剥がしがあるんでそこはありがたいですね。はい、そしてタモントカウンターでオーディンを、はい、即時撃破、早速出ましたね。いやカウンターの道連れ攻撃で1回落とされました。ちょっと純視力だといくら精霊覚醒の 50% カットがあるとはいえ致命傷までいっちゃいますね。さあそしてエンテイの無慈悲な高火力攻撃でハクタクが落ちました。エンテイスキル2が強いんでスキル1でこの感じだとちょっと怖すぎますけど、どうなっていくのか。さあ猛角出てきて、こちらレオニダス、さあタンクのレベルもお相手さんの方が3枚ぐらい上ですかね。さあレオニダスのスキル2からの奮起は李斯に乗って、ちょっと李斯のスキル2が怖いですね。はい、スキル2こちらキューピーちゃんの範囲攻撃、李斯攻撃化してるんで全く攻撃が通らずと、いや怖い。李斯のスキル2、さあレオちゃんで受けていいっすね、お茶を濁す形、ナイスレオちゃん。そしてオーディンはさっき全剥がししたんで火力系はもう火種しかついてませんね。さあこのスキル2も耐えてほしいですね。オーディンのあと1回タモント発動、さあケイちゃんで、はい、クッションになって、レオニダスもクッションになって逃げ切りましたね。ナイス、キューピーちゃんの受けも良かったですね。あそして即時撃破、遠征に決まってレオニダス落として、いやビシャモンテいい仕事してる。はい、猛角も即時撃破、硬いキャラクターなんで HP35% 以下になったのがめちゃくちゃ良かったですね。あと範囲攻撃に猛角柔らかいんでそれもいいところ、はい、ただ遠征のスキル2はかなり強いんで燃焼連撃ですね。殺傷力がめちゃくちゃ高いスキル2、ミカちゃんが持たないか。いやキューピーちゃんナイス避け。さあ結構いい試合になってますね。まあとはいっても李斯、オーディン、エンテイはまだまだフレッシュなんで、ちょっとやっぱりじわじわ押されちゃってるかなって感じはしますね。いやいいっすよ、タワルトータ HP50% 以下にしてタモン島の範疇に入れたいっすね。あーっとミカちゃんが自滅、悲しい。さあ5ターン目ですね、ショーで風波ばらまいてってセゴも剥がしてキューピーちゃんのスキル1。さあナマリアでじわじわ戦っていくのがキューピーちゃんスタイルで、弱い子なんかを範囲攻撃で落として、そこまではいいんですが、そっからですね。はい、今、タモント発動すればオーディン落とせるんで、タモント出してほしいですね。はい、この李斯の範囲攻撃でタモントまでいけるか。いや、カットしちゃった。オーディン回復する前にタモント発動したかったですね。いや、地味に 5%、遅かった、ちょっと。ダメージ受けるのが。はい、そしてスキル1。もう角が邪魔すぎる。マジで優秀ですね、あのキャラクター。そして、遠征に殴られて負けと。うん、まあ、ランゼロファーストシーズンの方は、キューピービシャモンテンコンボやる前に、ちゃんとしたタンク入れろっていう話ですね。はい、そろそろ限界ですかね、キューピーちゃんも。3巡目ですね。いや、ちょっと、あの3強のうち1人は落としてほしいですが、ちょっと無理そうですね。はい、キューピーちゃんのスキル2でも倒せず、まあ、よく頑張りましたね。はい、このエンテのスキル2が強力なんで避けれず、そうですね、落とされて負けと。ケノビさんめちゃくちゃいいデッキ。あ、じゃあシブコさんいきますか。はい、シブコさんマーリン2000万がいるデッキですね、まあ、オーディンは純主力で猛角2000万の HP と、はい、マーリンオーディン猛角、まあ、マーリンの風魂ダメージなんかはちょっと怖いとこですが、ビシャモンテンは風魂ダメージ 50% カット精霊覚醒でできるんで、まあ、そこ期待ですね。まあ、オーディンはバリアまとってないんでそこまで硬くないオーディンってことで、まあ、マーリンが主力ですね。はい、でマーリンにはキューピーちゃんかなり強いと思うので、まあ、これはいけると思います。まあ、ちょっと猛角がちょっとやっぱりでも怖いですね、いつもいつでも。
はい、ビシャモテのスキル値、いや、いい火力。猛角落として、お、すごいですね、もう落としましたね。柔らかい猛角なら致命傷ガンガンぶつけて反射ダメージもそんなに受けずに突破できそうですね。さあ、そしてオーディンもミカちゃんのスキル2で葬って、さあ、周りの風魂ダメージなんかもそんなに効いてなかったので、はい、これは調整ですね。はい、マーグスとか、あとオーテングちゃんとか出てきますが、まだ育成が途中の2人なので、はい、そこまで怖くはないですね。さあ、ビシャモテのスキル2で、はい、マリンに一発で致命傷まで届いてますね。あまりに落ちて、はい、これは勝ちですね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあお次ペリアさん行きましょう。戦力1億4000万格上ですが、妖戦が3000万ですね。妖戦愛の強いデッキ、そして大天狗が2000万でいます。はい、タワルトタも2000万というような、まあ、ちょっと特に大天狗ですね、強襲つけてくるんで、弓パとしてはめちゃくちゃ怖い相手です。はい、まあ、ビシャモンテも夢中で隠れられなくなるんで、強襲つけられちゃうとそこで終わらせられる可能性ありますね。妖戦がすごい活躍しそうですね。まあ、そもそも妖戦軽眼ついてるんで苦手なんですよね、ビシャモンテ目線だと。まあ、ただ今回主力キューピーちゃんってことで、はい、しっかり鉛や妖戦につけて、うん、まあ、鉛矢の 50% 確率での付与が結構寂しく終わることが多いですね、さっきから。はい、範囲に対する攻撃から連撃ですね。妖戦1回致命傷に持ってきたい。あー、足りないか。さあ、妖戦の連撃、ケイちゃんで避けると、でからミカちゃんに行ってミカちゃん致命傷。あ、でもスキル1はかいくぐりましたね。さあ、ミカちゃんで妖戦1回致命傷ぶつけて、さあ、大天狗に強襲つけられちゃいましたね、ビシャモンテン。これが嫌なんですよね。はい、大天狗のスキル1でビシャモンテンに強襲がつき、さあ、ただ小キビが直前にいいですね、ビシャモンテンに暴走をくれたんで、これスキル2の威力だいぶ期待したいですね。妖戦が制限状態になってるんでだいぶ硬いですが、さあ、どんな範囲攻撃になるか。いや、硬い。あー、ちょっと妖戦のダメージまで持ってけないですね。影光すら壊せてないですね、妖戦の。やっと火力を壊れましたが、さすが硬いですね。武将に硬いですからね、妖戦は。ビシャモンテの攻撃、屁でもないっていうような感じですね。さあ、そして強襲つけられて、今2、3回致命傷。もうビシャモンテが虫の息ですね、これは。まあ、やっぱり大天狗、まあ、準々主力ぐらいの立ち位置ですが、それでもきついですね、一体いるだけで。さあ、キュープちゃんの範囲攻撃、ちょっと遅れて出てきました。さあ、大天狗 HP30% 以下。あー、ただ Q ちゃんが MP 回復ですね。この回復がマジで厄介ですね。ビシャモンテの即時撃破をめちゃくちゃ邪魔してきます。あ、いいっすね。はい、ビシャモンテン急転原理の範囲攻撃に巻き込まれて、カウンターの即時撃破を大きい陣に決めてきました。はい、突然2巡目見ていきますか。キューピちゃんのスキル1でナマリア、今回はしっかりばらまき切りましたね。こうなってくるとちょっと楽しみなんですよね。はい、テフの天然木で一応タワルトタンに今1回致命傷ぶつけましたかね。さあ、からのスキル1、はい、攻撃、妖戦の HP30% 以下にしたいが届かず、はい、多問答状態で待機しますが、さあ、まず強襲がキューピーちゃんにつけてるんで、これ避けれないんですよね、強襲ついちゃうと。いや、本当に嫌すぎる。はい、もう次最後ですかね。持たないか、ギリ耐えたか、ギリ耐えました。ただもう虫の息ですね。また強襲つけ直し、大天狗ちゃん、今度はビシャモンテン。はい、あ、ただ即時撃破、急転原料に決めて、さあ、多問答カウンター、いや、もう限界、ビシャモンテンが。さあ、向こうのタワルトータですね、のスキルで、ちょっとこっちのタワルトータがもう限界ですね。ただビシャモンテンスキルに間に合いました。さあ、致命傷を範囲に対してぶつけていく仕事は準主力としてはもう十分頑張っているんですが、即時撃破出したいとこですね、もうちょっと。はい、多問答状態になったんで、今即時撃破カウンタースタンバイ OK ですね。さあ、早速出しましたね、いいですね。今妖戦にも即時撃破決まりましたね。いや、これは今の最後いい仕事して、大天狗落ちて、さあ、ビシャモンテンここで落ちましたが、さあ、これキューピーちゃん頑張れればいけるぞ。あーっと落ちた。大天狗のお手柄ですね、これは。
はい、負けです。ありがとうございました。そして毘沙門天、今回準主力として登用しましたが、まあ毘沙門天自体はめちゃくちゃいい活躍ぶりでしたね。準主力なのにかなり敵に対して致命傷をぶつける回数、まあ特に即時撃破中心に見れたかなと思います。まあ問題はそのコンボの要となるキューピーちゃんがもうちょっと強いキャラクターだったらよかったなっていうところで、まあ、このコンボ自体は、テキテキ遊びチャンネルからは推奨しませんが、まあ、私としてはこういう遊びができたのでもう 大満足ですね。まあ、そもそもキューピちゃんみたいな鉛矢でチクチク敵にダメージをぶつけていったり、速殺でチビチビ敵を削っていく戦い方っていうのは長期戦の戦い方になるんで、まあ、ちょっとこのデッキがあんまり長期戦にふさわしくないと。もうちょっと受け止められるタンクですねなんかがしっかりいたり、まあ、急転原料とか大しめちゃんの MP 回復なんかも欲しいし、まあ、保護するキャラクターですね、なんかがもうちょっといないと長期戦に向いてないかなというようなデッキになってしまっているので、まあ、ちょっとランゼロファーストシーズンですね、今混迷を極めてますねこっからどう挽回していくのか交互期待いただければと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。楽しかったです。おっす。